古事記、国譲り前編。アマテラスは、大国主に足原中津国を譲るよう、三度も使者を送りましたが、すべて失敗に終わりました。アマテラスは、思いかねら、他の神々と熟慮した上で、雨のおはばりの子、竹三日槌の王、使いに選びました。そして、船の神である、雨の鳥船をお供として、足原中津国に使わしたのです。足原中津国に降り立った竹三日槌の王は、大国主と面会しました。アマテラスの御子が治めるので、この国を譲ってほしい。国譲りの交渉の場面は、戸塚の剣を抜きて、逆さまに波の帆に差し立て、その剣の前にあぐみ座して、と表現されています。竹三日槌の王は、逆さに立てた剣の上に、あぐらをかいて交渉に臨みました。こうして、大国主ら、国つかみを威圧したのです。大国主は、御子神の、琴城主と相談したいと申し出ました。そこで、雨の鳥船は、御保の先まで、琴城主を迎えに行きました。大国主のもとに呼び寄せられた琴城主は、あっさりと国を譲ることに同意しました。恐れ多いことです。この国は、天つかみの御子に奉りましょう。そして、琴城主は逆手を打ち、乗っていた船を傾け、青葉の干し柿として、その中に身を隠しました。原文では、雨の逆手とあり、普通の拍手とは異なる作法と考えられます。魏志倭人伝には、倭人が尊敬すべき人に対して拍手すると記されています。今日、参拝時に拍手するのは、神様に敬意を表す作法とも考えられます。逆手がどのような所作であったかは不明です。青芝柿と書いて、青伏柿と読みます。祭りの時に、神様を迎えるために作る臨時の垣根になります。榊など常緑樹を巡らせて囲みを作り、ここに神霊を迎えました。島根県松江市の美保神社では、毎年4月7日に青伏柿神事が行われます。御保の関で遊ぶ琴城主へ急ぎはせ使わされた伝令の様子を再現した神事とも言われています。これを聞いた大国主は言いました。あと相談すべき子は竹南方のみです。ちょうどその時、その竹南方が
千人力でも動かせない巨岩を指先でもてあそびながら現れました。竹三日槌の王の話を聞いた竹三方は竹三日槌の王に言い放ちました。我が国が欲しいのであれば力比べで勝負しよう。まず先に私がお前の手をつかんでやる。こうして竹三日槌の王は芦原中津国を統治する権利をめぐって大国主の巫女竹三方の挑戦を受けることになりました。登場する神様。雨の鳥船の神は神々を運ぶ神様。イザナギとイザナミの間に生まれた自由に空を飛ぶことができる神様です。神々が高間ヶ原と芦原中津国を行き来するために用いた乗り物を神格化したと考えられています。天空を駆ける船で神々を運ぶことから運輸や交通を司る神として祀られています。別名は鳥の岩くす船です。腐食しにくいクスノキで建造された船の神様を示唆しています。雨のおはばりの神はイザナギが所有していた剣の神様。雨は天を、おはばりは切っ先の幅が広い剣の意味です。イザナギは妻であるイザナミが火傷を負って亡くなった際、雨のおはばりで息子の日の家具土を切り滅ぼしてしまいました。すると雨のおはばりから滴る血より、刀剣、農業、水など八つ柱の神様が生まれました。剣の矛先についた力は、刀剣の神、岩作、根作、岩筒の王の三柱が生まれます。剣の唾についた血が岩に落ちて生まれたのは、農耕の神、三日早日、日早日の二柱です。さらに、刀剣の神、竹三日槌の王も生まれました。塚に溜まった血が、指の間から漏れ出て生まれたのは、水の神、蔵おかみ、蔵三葉の二柱です。剣にまつわる神であることから、武道や運動の御利益があるとして、崇拝を集める神様です。琴代主の神は、釣りが大好きな神様。神名の琴代とは、ことを知るという意味です。言葉や出来事を知ると解釈されています。天皇を守るために、選択を伝える役目を担います。選択は、他人に乗り移ったり、夢に現れたりしてお告げをすることです。
釣り好きの逸話により、七福神の恵比寿様と同一視されることが多いです。恵比寿様が大きな鯛を小脇に抱えているのは、ことしろ主の釣り好きが影響していると言われています。